ズマチャンネル。こんにちは、ヒグマです。今日はお出かけです。お出かけのために着物を着ていきます。今日もね、もう気温はね、もう最高気温も10度ぐらいの、涼しさなんですけども、最低気温は多分もう一桁だと思うんですけども、でも暑がりの私は、ちょっとこう、例えばデパートの中とかに入るとすぐ汗をかいてしまうんですよね。だから今日も、襦袢は朝襦袢です。これはもう本当に私夏のために買ったんではなくて、むしろ合わせの季節のために買った襦袢なんですよね。もう大活躍、もう一枚欲しいくらいですそれでは着ていきたいと思います。今日の着物はこれはね、多分大島だと思うんですよ。聞こえますか？すごいシャキシャキしてます。生地もツルツルでね、で、まあ、紡ぎなんですけども、うん、多分大島。これもリサイクルで買ったから大島とかそんなことを書いてないんですね。そして仕立て直しもしてるので、胴裏もとっても綺麗なものがついています。はい、これを着ていきたいと思います。今日はこのメガネ。今回は帯結びをじっくり見ていただきたいので、着物部分の着付けは省略いたしました。よし、この間これに上下があるっていうのを知って、こっちが下みたい上下があったんだね、まあ、いいでしょう。今になって気づいたけど、気づかないより良かった、うん、はい、帯は今日はこちらのへこ帯になります。エアポートラウンジさんのへこ帯なんですけれども、へこ帯って大抵幅が広くて長いものが多いんですけれど、これね、割と幅もあんまり広くないし、幅も30センチぐらい、だから私の帯にしては少し狭いぐらいですよね。そして、いや、この長さとか幅とかをちゃんと私にはちょっとね、幅狭かったんですよ。そしてね、長さもこれちょっと4分の1で、多分ね、4メーターです。だから、4メーターってことは、20太鼓するにはちょいと短いかな。だけど、普通の10太鼓だったらちょいと長いかな、ぐらいなんですよ。だけども、この、へこ帯の特性から言ってね、とても薄くて柔らかいですよね。だからやっぱりできれば20太鼓にしたいんですよ。しかも、タレの部分も2枚にしたいんですよ。タレがね、1枚だとこういう感じで、こういう部分が ここがタレになるからペラペラなんですよね。で、なんか心もとないからタレを2枚にしたいんですよ。でも4メーターの帯でタレを2枚にするには、普通の20太鼓の結び方ではかなり難しいんですよね。ということで考えたやり方を見ていただきたいと思います。そのためには、前結びなので、後ろ結びの20太鼓だとやっぱり遊びがあるっていうか、少し長く必要なんですよね。前結びにするとギリギリでもいけるので、前結びでやっていきます。前結びのこの合わさった部分がね、ごしゃごしゃしたくないんですよね。
って結構体にピタッと密着させて、このゴミ袋ができるだけガサガサしないような感じで装着します。はい、それではやっていきます。あ、そうか、前結びだからしかも縛ってやりたいんですよね。帯枕ができるだけ落ちやすいんですよ。薄くて帯枕が乗る部分が本当に低いっていうかないんでねで縛ってやります。縛ってやって、しかも二重太鼓でタレの部分も二重っていうのに挑戦していきたいと思います。これはまあ従来の最後にね、こういう感じで出先として入るところなので、ちょっとの方に留めておこうと思います。そしてこれをですね、ちょっとこう裏返しにするのかな。そうだね。そしてここに突っ込んでいきます。突っ込むで下から出てくるでしょ。下から出た部分をちゃんと広げて、ちゃんと広げてやります。でもね、これじゃね、ほらこれしかないから全然足りないんですよ。細い人だったら ここで長さを調整するわけですけど、細い人だったらこんなドバッと出して、まあこれは出過ぎか、まあいいけど出してもできる。したらまあここの部分がね、二重になりつつそれも二重になって可愛いかもしれないけど、私の場合はそこはいかないので、これを二重太鼓の長さにできるところまで引っ張っていきます。こうね、引っ張っていきます。だいたいね、抜けちゃうほどいったらダメなんだけど、結構引っ張らないと二重太鼓にはならない。このぐらいあれば、このぐらいかな、このぐらいあればいけるかな、このぐらい、このぐらいこのぐらいあればいけるかなと思います。じゃあちょっと遠いけれども分かる、あ、近い、どっちかな、まあそれでやっていきます。遠い方がいいか、で遠い方がいいか。そこであとはこう中からこう引っ張ってったので、もうさっきここの下から出てたタレがなくなっちゃってますよね。でも中には隠れてるので結構しっかりこの胴の中に入ってるので固定されてはいます。そこでこの帯枕を当てていきます。そのままと汚い、ちょっと手刀を当てるようにして、ここでね、そのままこうやってやるとうまくいかない時があるので、ちょっとこう手刀を当てるようにして、ちょっとね手刀を当てるようにしてこう当てると、まあまあまあ綺麗に帯枕がかかると思います。それでここはもう、前結びなので後ろでいきます。でさっきちょっとかっこ悪くなって後ろに結んでる間にちょっとずれたところを、ね、二重太鼓になってます。まだなってるから、でこれをこう普通にこうお太鼓にしていけばいいっちゅうわけですよ。はいはい。でここね、こ
をこういうふうに。そしてこのお太鼓の大きさなんですけど、お太鼓の大きさも小さめにした方がいいように思います。このね、あのへこびにこの張りがないんで、帯枕が下がってくるんですよね。ギリギリまで、こう本当に帯ギリギリまで下がってきちゃうんで、そしたらあの大きなこうお太鼓はねちょっと維持できないんですよ。それでどっちかというと小さめのお太鼓にして紐を縛ります。ここでね、純子先生はこの紐を前に回してきて縛ってるんですけど、あの私ね、あの この仮紐、仮の腰、この腰紐がね短くて前に持ってこれないので後ろで縛りました。はい、いろいろ言い訳でもほら、ここ20、ここも20っていうことは輪になってるってことですね。ここ20になって、ここ20になって、4メートルの短い帯でも上は20太鼓、下も20っていうのがねできるんですよ、このやり方だと。まあ、あの長い帯だったらあのタレをね折るだけでもいいんですけど、なんせこれもうほんとギリギリゲームなので、本当にギリギリ、全てギリギリでやっております。はい、じゃないっていうことで、あ、間違った、せっかく二重太鼓にしたのに一重の間に挟めた、二重太鼓になっていますから、これでこう、ね、さっきの折り曲げたところの、まあ普通のやり方ですね。で、手先も入ったし、これでいいかなと思います。で、あとは今日はね、帯留めをつけます。はい、ちょっとメタリックな感じに見えますけどもね、これはね小樽のガラス細工なんですよね。小樽って結構ガラス細工が有名なんですよね。で、いろんなガラス工芸があって、もちろんあの普通のね、あの花瓶とかあのそういったものがメインなんですけど、こういったね帯留めなんかも売ってるお店あるんですよね。そういうところで買いました。小樽の小樽ガラスなんかちょっとわかんないけど、はい、それでは回していきます。リンパのゴミ袋をこう広げて、そして仮紐も取っておこうか。仮紐も外しておきます。できたんでね、これでね、帯締めのちょっと逆に収めておいて、形も整えて、で大丈夫かな、形いいか。はい、それでは回します。このゴミ袋と帯を一緒に掴んで、ちょっとお腹引っ込めるようにして回します。せーの、はい、回りました。だいたいいいところまで回ったんじゃないかなと思います。後ろちょっと
回ったか確かめます。ちょっと回りすぎた。できたのではないかと思います。あとはこれ今ね、帯枕が緩めなんでね、ちゃんと帯枕を取り上げてしっかり、調整しっていうか、あの帯普通あの短めの帯だとできないと思うんですよ。ここに上二重で、ここも下も垂れも二重ってね。だけどこのやり方だったらできるので、大概のへこ帯はね十分長いので、こんなことしなくても二重太鼓できます。だけどあのちょっと足りないんだよなっていうような長さのも結構あると思うんですよ。これなんかは4メーターだし、そういったものにはこのやり方はいいかなと思います。ただね、後ろ前結びでないとちょっと難しいので、前結びが嫌だっていう方にはちょっと、うん、あんましおすすめできない方法ですね。私もね、あの後ろ結び派なので、普段は全部後ろ結びでお太鼓系は結んでるんですけど、はい、できました。今日ね、どうしてもね、この帯枕を使ったお太鼓にしたかった理由は、あの道行きをね着たかったんですよ。道行きを着た時に、あのなんかちょっと変わった結び方、帯枕を使わないね結び方だと、なんかこう背中のラインが綺麗にならないんですよね。やっぱり道行きはこういうお太鼓のあって、ここのこの背中の高い部分がこう高くなるっていう形の方が、横向いた時のシルエットが綺麗だと思うんですよね。それで今日はどうしてもお太鼓にしたくて、あのこの結び方にしました。でこれコーディネートもなかなか、これ、まあ、半襟はちょっとこう名線っぽい生地の、ね、ものを使って、すごくこう色使いは結構斬新に出来上がったし、メガネも紫で、着物も紫で、こうコーディネートバッチリという感じに結構できたんじゃないかなと思います。道行きはこちらになります。こういった感じの結構長めの道行きです。これね、裏がね結構おしゃれ、なんかちょっとエルメスのスカーフのような、エルメスのような、グッチのような、このね、馬の蹄の蹄鉄、蹄じゃなくて蹄鉄、蹄鉄がいっぱい。結構道行きを着ると地味でございます。結構中見るとおーって感じの帯があるんですけど、
道行きを着ると結構地味でマダム的な、え、マダムなんかちょっと、まあ、品がいい感じに見えるかなと思います。まあ、ちょっと半襟がね遊んでるので、まあそんなにきちでも、これこの地味なね、この結構サイズがたっぷりしてるので結構お気に入りの、地味だけどね、で地味なんで、これか、今日はそんなに寒くないので、もうモコモコのじゃなくて、こういうちょっと透けるぐらいの、透けるくらいだけどすっごい大きいのね、ほらめっちゃでかい、このこれを、この大きいオーバーのスカーフをマフラー風に結んでやれば結構ね。そしてね、今日はバッグがちょっとない。いつも母のねお下がりばっかりでね、生駒さんお母さんのお下がりばっかりなのねって、結構そうなんです。バッグは母のお下がり系が非常に多いです。母はね結構ブランドバッグをたくさん持ってる人だったんですよ。でもちろん今も元気なんですけれども、今はもうそういったものはなんか興味がないみたいで、これこのバッグはロベルタのバッグなんですけど、今なかなかこのロベルタのね、このなんていうの、この絨毯みたいな生地のバッグなかなか手に入らないらしいっていうか、もうこういう古いものしかないんだと思いますけど、もう本当にヴィンテージですよね。母の使っていたこのロベルタのバッグを紫、メガネも紫、バッグも紫、ちょっとこう紫で持った時にこう馴染んじゃうかもしれないけど、でもやっぱりこのバッグを持ちたくって、今日はこのバッグを持っていきたいと思います。それでは行ってきます。